皆様、こんにちは。今回もご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルは、カープレジェンドに焦点を当て、掘り下げる内容になっています。70年以上の長い歴史を持つカープには、たくさんのレジェンドがいます。今後とも、様々なカープレジェンドを紹介していきます。今まで知り得なかった選手や、エピソードに興味はありませんか？毎週発信していきますので、見逃さないためにも、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。今回のレジェンドは、古葉監督の要望で、カープに移籍し、連続日本一に貢献。退団後は、韓国に渡り、韓国プロ野球黎明期、シーズン30勝という、現在も韓国記録となっている、大記録を作った福士博明氏です。なお、福士氏は、1978年までは、松原を名乗っていましたが、1979年から、婿養子になったことに伴い、福士に改姓。また、名についても、1980年からは、それまでの、明雄から、博明に改名しています。では、生い立ちから見ていきます。松原氏は、1950年、昭和25年、12月27日、群馬県吾妻郡吾妻村に生まれています。ただ、文献によっては、鳥取県出身となっているものもあり、この辺りは定かではありません。鳥取県で誕生したが、出生地を群馬県としているのかもしれませんね。幼少期は、体が弱く、小学校の時、病気が治ったら野球がしたい。と書いた絵画を見た父親が、バットとグローブを買ってくれ、それから野球にのめり込んだそうです。智頭中学校では、キャッチャーでしたが、鳥取県立鳥取西高校に進学して、投手に転向しています。鳥取西高校といえば、元阪神タイガースの選手で、日本プロ野球界第1号のホームランを放った、藤井勇氏、元ロッテの投手で引退後、巨人の打撃投手を務め、清原の恋人と言われた、田子ジョージ氏などの出身高校で知られています。また、カープ関係者では、松原氏の3学年後輩、浜野おかず氏という選手が、ドラフト8位でカープに入団しています。松原氏は、エースとして、1968年夏には、甲子園、県予選準決勝まで進みますが、米子南高校に敗れ、甲子園出場はなりませんでした。高校卒業後は、早稲田大学に進学予定でしたが、進学せず、ドラフト外でプロに入ることになります。というのは、松原氏は、1979年に帰化するまで、韓国籍の在日選手で、当時のドラフトでは、外国籍の選手は、ドラフト会議にかける必要がなかったのです。松原氏は、甲子園出場こそ、なりませんでしたが、重いボールを投げる、速球が魅力の投手であり、巨人、カープ、太陽、中日も参戦して、激しい争奪戦が行われたのです。松原本人は、巨人への憧れがあったようですが、父親は、ファームもしっかりし、投手を育てるのが上手。将来性のある球団だ、として、カープへの入団を希望します。対応は、当時の藤井二軍監督が、鳥取西高校出身であったため、学園を生かし交渉に訪れるも、断られ、中日も事前に断られたようです。最後は、カープと巨人の一騎打ちとなりますが、松原氏本人の意思、巨人スカウトの熱意、また、巨人が契約金900万円、カープが700万円を提示したことなどもあり、巨人入りとなります。なお、この1968年のドラフトでは、山本浩二、田淵、星野、山田、東尾、福本、大島、有藤、加藤秀次ら、そうそうたるメンバーが指名されており、史上最高のドラフトとも言われています。巨人入りした松原氏は、1年目こそ2軍でしたが、2年目の1970年、金田、宮田、中村ら、ベテラン投手陣が揃って引退し、若返りの時期を迎えたこともあり、開幕第4戦に、早くも先発で起用されています。ただ、巨人では1970年、11試合に登板も、勝ち星なく3敗、1971年、1972年は、それぞれ1桁の登板数に終わると、南海ホークスにトレードされます。南海時代は、野村克也監督のもと、チェンジアップとフォークを武器に、移籍1年目の1973年、早くも、ローテーションの一角に成長し、プロ初勝利を挙げると、7勝をマークし、リーグ優勝に貢献しています。南海では、9
9勝、11勝と順調に勝ち星を伸ばしていましたが、移籍4年目、勝ち星が6勝に落ちた時でした。カープの小葉監督の希望により、金城元康との交換トレードで、1977年、門田住吉と共にカープに移籍することになります。カープは、もともと松原氏が高校を卒業する時から狙っていた投手ですから、ようやく希望が叶ったということですね。また、交換相手となった金城元康ですが、小葉監督との関係がギクシャクしており、それを察した小葉監督と旧知の間柄であった野村監督が、金城の獲得を申し出たということも背景にあったようです。なお、交換相手の金城も晩年、日本プロ野球を退団後、韓国プロ野球で活躍することになります。こうして、カープに移籍した松原氏ですが、移籍初年の1977年は、一時、クローザーを任されるなど、リリーフが多かったものの、翌1978年からは、主に先発を任せられることになります。1978年は、キャリアハイとなる32試合に先発、15勝8敗、12完投、230イニングを投げ、防御率 3.60 という数字を残すのですが、この年、広島市民球場で行われたオールスター戦第一戦に先発し、勝ち投手になったことが、一つの転機になっています。というのは、この試合の前、ピッチャーゴロを取り損ね、右足太ももに肉離れを起こし、投球できる状態ではなかったのですが、初めてオールスターに選ばれたこともあり、無理して登板したそうです。この試合では、緩い球をうまく使い、パ・リーグ打線をパーフェクトに抑え込んだのです。ここで、緩い球でもコースさえ間違わなければ有効だ、と確信し、その後、投球が一段と冴え出したのです。ちなみにこの試合、カープのギャレットが3本塁打を放ち、最優秀選手に輝いています。翌1979年は、姓をそれまでの松原から、妻の実家の姓である福士を名乗り、初の開幕投手としてスタートを切っています。このシーズン、カープは2度目のリーグ優勝を果たしますが、福士氏本人は速球にこだわりすぎ、シーズンでは7勝にとどまっています。ただ、近鉄との日本シリーズでは、第1戦、リリーフで好投すると、1勝2敗で迎えた第4戦では、近鉄、井本と投げ合い、3失点の完投勝利、そして、第7戦では、6回途中から先発した山根和夫をリリーフして、1回3分の2を、被安打1、無失点に抑え、江夏豊へつなげます。そして、この試合、あの江夏の21球が起こり、カープは初の日本一に輝くのです。9回裏、ノーアウト満塁のピンチになった時、福士氏は、先発した山根氏と2人でベンチから見ていて、山根、ここまで来たけど負けるんか、とつぶやいたそうです。翌1980年は、登録名を福士昭夫から福士弘明に改名します。これは、姓名判断で福士という姓に合う名にしたとか。この頃は年齢も30歳になる年で、若手時代の快速球はパワーダウンしていたものの、体重が増えたこともあって、ふてぶてしい雰囲気がパワーアップしています。厳しく内角をついて打者の腰を引かせるピッチングスタイルを貫くのです。ただデッドボールはそこまで多くなく、1シーズン平均3つ程度でした。ですから、デッドボールまではいかないコントロールがあったのでしょうね。そのせいか、逆に味方の選手がぶつけられると真っ先に出ていき、乱闘になったそうです。この1980年は自己最多に並ぶ15勝を挙げ、勝率は7割1分4厘とリーグトップの数字を残します。そして、2年連続で同じ顔合わせとなった近鉄との日本シリーズでも3試合に登板、第3戦では先発し7回3失点と好投、2勝3敗と王手をかけられた第6戦では村田に投げ勝ち、2失点の完投勝利を挙げるなど、前年に続きシリーズの流れを引き戻す活躍で連続日本一に貢献しています。翌1981年は2年連続2桁となる12勝も、吉球がプロ入団以来最多の76、防御率が 4.03 とやや陰りが見えるようになります。翌1982年ですが、7月10日、後楽園球場での巨人戦、バント処理の際、一
塁へ走った時、ぎっくり腰になり2軍生活を余儀なくされたため、この年3勝11敗2セーブと大きく成績を落とすのです。そんな折、福士韓国球界に転身かというスクープ記事が出ます。当初カープ球団は否定していましたが、その後福士氏は退団し韓国プロ野球でプレーすることになるのです。結局日本球界では13年間の現役生活で339試合に登板、91勝84敗9セーブ、防御率 3.68 という数字を残しています。翌1983年韓国に渡った福士氏は登録名を本名のチャンミョンブとし、創設2年目の韓国プロ野球サンビスーパースターズに入団します。ただこのサンビスーパースターズというのはあまりにも弱いチームでした。韓国プロ野球が発足したのが福士氏が入団する前年の1982年だったのですが、この年は全校規制でそれぞれ40試合ずつ行われていました。その中でサンビスーパースターズは前期10勝30敗勝率2割5分、後期5勝35敗勝率1割2分5厘とぶっちぎりの最下位だったのです。韓国野球委員会は上位チームと下位チームの差が大きすぎることから、戦力の平準化のため当初1985年から予定していた在日韓国人選手の勧誘をサンビに対して認めたのです。この結果サンビはカープから福士と木山を獲得しています。当時の契約金年俸はともに4000万ウォン、日本円で約1400万円が上限でしたが、福士氏は今行かなければチャンスは今後訪れないかもしれない、まだボールのキレで勝負できるうちにと思って、母国で野球をやることができるのなら金額についてそれほどこだわりはないと都間の決意を語っています。この1983年は全校規制でそれぞれ50試合ずつ年間100試合行われることになります。するとこの年100試合のうちなんと60試合に登板、30勝16敗6セーブ36完投という驚異的な数字を残すのです。この結果サンビスーパースターズは全校期ともに2位に躍進しています。なおこの36完投30勝は現在でも韓国プロ野球記録となっています。ところでこの記録の裏側にはシーズン前球団社長が30勝をすれば1億ウォン日本円で約2500万円のボーナスを追加してくれるという口約束があったようです。社長はまさか100試合制で30勝が可能だとは思わず酒の席で冗談のつもりだったようですが、福士氏はこれを信じ30勝を満たそうと状況を問わず勝利のチャンスがあれば登板して投げ込んだのです。このため目標を達成しようという焦りから交番をめぐって首脳陣と言い争いをすることもあったとか。しかし記録の達成を目にした社長がオーナーの裁可もなしで発した自分の一言に責任を避けようと1億ウォンのボーナス発言について知らないふりをしたため、福士氏は球団に対して不信感を持つようになるのです。翌1984年もスーパースターズと契約して試合には出場しますが、ある意味燃え尽き前年の疲労も溜まっていたため13勝20敗と成績を落とします。またこの年から投手コーチも兼任するのですが、他球団からトレードで獲得した3選手の育成に失敗したことも影響し、チームは最下位に逆戻りしています。その後1985年は11勝を挙げるもののシーズン25敗の韓国記録を作ると、翌1986年にはフィングレイーグルスに移籍します。ただここでも年齢から来る衰えに逆らえず1勝18敗の惨憺たる成績に終わり、シーズン途中で現役を引退しています。引退後1987年家族と共に日本へ帰国しようとしますが、韓国在住時に詐欺の被害に遭っていたことや借金の連帯保証人になっていたことに伴う税金滞納で帰国することができませんでした。仕方なく一人韓国に残りサムスンやロッテでコーチを務めたりしますが、1991年5月麻薬所持及び使用の疑いで韓国警察に逮捕されると韓国球界から永久追放され、12月日本に帰国するのです。
日本に戻ってからは人目をはばかりタクシーの運転手を務めていたそうですが、2003年頃から実母の郷里でもある和歌山県みなべ町で麻雀店を営むことになります。ただ2005年4月13日永眠されています。最後は経営する店で知人に体調不良を訴え、ソファーに横になりそのまま冷たくなっていたそうです。享年54歳でした。なお亡くなった部屋の壁には落ち葉は秋風を恨まないと書かれた紙が残されていたそうです。これは秋風に舞い落ちる葉は自分を揺らした風を恨んでいるわけではない、風が吹かなければ落ちなかったものをなどと恨み事を言いたがるのは過去を振り返りたがる心狭い人。悪いことを他人のせいにしないで恨まず自然の成り行きと思うということでしょうか。以上が福士博明氏の生涯になります。当初憧れの巨人軍に入団するものの芽が出ず、難解を経てカープに入団。カープでは先発にリリーフにフル回転の活躍で連続日本一に貢献。カープ退団後は韓国に渡り年間30勝16敗6セーブと驚異的な成績で未だ破られることのない大記録を樹立。ただ晩年は寂しい余生を送った福士博明氏、ご冥福をお祈りします。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後とも様々なカープレジェンドを紹介していきます。今まで知り得なかった選手やエピソードに興味はありませんか？毎週発信していきますので見逃さないためにもぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また感想などもお待ちしています。なお普段のカープの話題に関してはブログに書いていますのでよかったらご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。ではまたの動画でお会いしましょう。